あ、どうも皆さんこんにちは。ですね、キーボードの入力を確認することができるサイトがあって、中ボタン今押しますけど、こんな感じでね、押したら表示されるんですよ。で、今右側にチェックしてる映像が映し出されてると思うんですけど、今マウスがですね、中ボタンの具合が非常に悪いと、左クリックのボタンも具合悪いんですけど、連打してる分には大丈夫なんですけど、しばらく押さないで、分かりやすく言うと冷えちゃってる状態だと打率がすごい低いんですよね。非常にイライラするということで、今まで我慢してたんですけど、今回交換することにしました。 Amazon だとないんですけど、 AliExpress で、マイクロスイッチマウスで自分のマウスの型番とか入れるとですね、スイッチが出てくるんで、それを買って交換すれば、終わります。AliExpress 知らない人は、概要欄に AliExpress のリンク貼っておくんで、ちょっと見てみてください。私の場合は今回はですね、使ってないボタンがあるんで、そこと交換することにしました。左クリックのボタンも具合が悪いんですけど、今回は交換しませんでした。我慢できなくなったら、もう一つある使ってないボタンと交換しようかなと思います。それじゃあ交換作業の方ご覧ください。クワみたいなところにこの丸いのがガポって入ってました。でここをテコでこじっただけですね。この G の8と7、これ使わないから、 G の8今押してます。 G の7押してます。とにかくこれが G の8 G の7、だからここを入れ替えてもいいですよね。使ってないから。基板はこの爪、こことここの爪を剥がすと多分外れる。
なんだ